皆さんこんばんは、モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、お約束していましたエンジェルズキスフォールズオンミーの編集ですけれども、やっぱりうまくいかなくてスランプに落ち込んでいます。10作目にしてスランプ状態になっておりますので、もう少しお待ちください。で、今日はですね、久しぶりにカメラバッグを購入しました。今まで使っていたのはこう肩から背負うタイプとか、大昔に買ったアルミのカメラケースとか、そういったものを使ってたんですけども、軽量で扱いやすいタイプのカメラバッグが欲しいということで購入しましたので、今日はそれを雑談風に紹介させていただきます。これリュックタイプのカメラバッグに、まあ、カメラ2台、当時のカメラはこういう大きなものを2つ入れていたんですよね。で、そればかりではありません。やっぱり三脚が必要だったり、ライト、LED のライト、LED のライトも昔のって結構大きくて、バッテリーも大きいものつけなくちゃいけなかったんですよね。ですから、めちゃくちゃ重いんですよ。それ持って空港に行くとか、駅に行くとか、移動するだけでうんざりするようなことがございました。で、もうすぐ私、和歌山県の方に行きます。以前お話ししました、熊野古道とか撮影してきますけれども、そのためにはやっぱりコンパクトな、軽量で扱いやすい、ショルダータイプ、ショルダータイプのバッグが欲しいということで、購入しました。6500円ぐらいでしたね。チュルルっていう面白い名前のショルダーバッグになります。お見せします。こちらになります。まあ、例えばこの D780 だったらこれ一つ入れて、あと小さなレンズ一本入れて終わりっていう感じですけど、ミラーレスを今回持ってきますので、結構入るんですよね。当初考えていたのはカメラ、それからレンズ2本、カメラにはもちろん、こういうコンパクトなレンズをつけてっていうことなんですけども、いろいろ試行錯誤してみると、カメラにレンズ1本をつけて、あとは望遠鏡のレンズ1本でいこうというふうにしました。まあ、こんな感じで背負って歩いていけばいいわけですよ。全然楽勝っすね。そしてさっと前に出してカメラを取り出して、撮影が終わったらそのまましまえばいいわけですね。で、ここマグネットになってるんです。これ雨が降っても全然大丈夫だし、何よりやっぱり一番いいのはさっと取り出してこれですよ。こういうことができるっていうのはすごくありがたいなと思いますね。ここ一応仕切りが2つあるんですよ。1つ外してますけど仕切りが2つあります。今回持っていくのはこのタムロンの 20-40mmF2.8 のレンズになります。今ソニーのね 20-70mm めっちゃ売れてますよね。特にあれは動画にも強いから、あれは本当にいいレンズだと思いますよ。アクティブモードを使って広角側で動画を撮ればジンバルを使わなくてもブレの少ない綺麗な絵が撮れる
映像が撮れるわけですよ。しかも70ミリ、70ミリ側ではマクロ的な、写真も撮れるわけですよ。すごくいいと思います。でも私はこのチャンネルをご覧になっている方ならわかると思いますが、明るいレンズが好きなんです。F4 はやっぱり暗いです。その点このタムロンの2040mm は F2.8 透視なんですよね。このレンズを使えば20から40ミリまで、ぼかした絵も撮れるっていうことになりますね。夜の撮影でも十分ノイズレスで撮影することができます。2.0ぐらいあればいいんですけど、2.8あれば十分使えますよね。しかもこのレンズ小型軽量なんですよ。365g しかないんですよね。もう一つのレンズは何かってことになりますが、こちらになります。タムロンの70-180ですね。F2.8 透視の望遠ズームレンズになります。800g ぐらいしかないんですよ。前にお話しましたけど、これが作り出す絵ってすごく好きなんですよね。もうハッとするような絵を作ってくれます。で、これのいいところはそんなに伸びないんですよ。望遠側にしてもね。コストパフォーマンスを考えると、もうタムロンさん大丈夫ですかっていうぐらいね、いいレンズです。もちろん35-150というね、いまだに、品不足が解消しないほど売れているレンズもありますけれども、私はこのレンズが作り出す絵大変お気に入りですので、これで今回は熊野古道を撮影していきたいと思っています。このようにカメラ1台と2本のレンズを収納することができるんですね。今回すごく悩んだのは、本当はこのソニーの FE40mmF2.5G レンズですけども、これ持ってきたかったんですけどね。α7-4 にこのレンズをセットして、このチュルルに2本のレンズを入れることができます。全然大丈夫なんですよ。でもね、2本のレンズを入れると、スッと取り出せないんですよ。やっぱり気を使うんですよね。あ、ここだ、スッて出せるのと、こうしまう時も気を配りながらしまうのでは違いますよね。まあ、それを考えると、重さはめっちゃ軽いんですけれども、今回は、焦点距離もかぶりますからね。これ40ミリですから、今回はこれを持っていかないということにしました。普通であればですよ、ズームレンズを持っていくならば、この2875G2 を持っていけば事足りるはずです。28から75までありますからね。でもなぜ私がそうしなかったかというと、ちょっと今回は風景を中心に撮影しますので、もう標準域よりむしろ超広角、それから望遠、これを生かした個性的な写真を撮りたいなと思ったからなんですよね。これから活躍してくれると思います。今夜もご視聴いただきありがとうございます。